やっぱね、うまく伝えましたね。え、去年の5月の誕生日、こいのぼりともにお送りしていきたいと思います。さあ、その前、何の日ですか？ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク、そしてまたゴールデンウィーク次はってことで、なるほど、今日ビフォーアフターを待てる、大きいビフォーアフター、これがあると。落ち着いた色にシンプルなデザイン、どちらかというと地味な印象でした。なんということでしょう。誰もが学んだことのある錯覚を用いることで、扇により一層の深みを与えることができました。